父は町の名物男だった。ヤスが父親になるんじゃき日本も平和になったよ。ヤちゃんみんなはこう言った。トンビが鷹を産んだ。ミサコ、お母さんがなんで亡くなったんか何も知らんと。僕のお母さんどんな事故じゃったん。もう通用せんよごまかしは。お母さんはお父さんを助けて死んだんじゃ。親父が死ればよかったんじゃ。お母さんの代わりに一人で時代を超えてつながる家族の愛と絆。アキラはみんなの子じゃけえの。お前一人ならとんだ草薙堂に育ったとこじゃ。山あり谷ありの方が人生の景色は綺麗なんよ。みんなの温かい手で彼は大人になった。父に僕はまだありがとうを言えていない。ありがとう。アキラ。トンビ。